はい、どうも、タクタクです。開講やっていきましょう。さあ、あかりちゃん編をやっていくんだけど、これどこに行けばいいのか。あ、廊下って、廊下って走れるようになった。お、いいんだ。もう走っていいんだ。ガンガン走ろう。あ、塞いでいる。私の力だけで動きそう。交差、あ、交差できる。なんとか2階に行きたけれど、ここ2階なんだ。せっかくここに来たので、イオンさん引き返さない。アイフクの子は後期かどうかだけでも確かめないと。後期、弟ですね。弟くんを探して。髪小さな長いっている。私ギリギリ、じゃあギリギリ通れないな。あいつだったらくぐれるかもな。あ、ということはこれは？お、あ、わあ！関係ないかな。まだ廊下トラップはあれか、有効なのか。歩いていこう。みんな学校で歩いちゃダメだよ。学校で歩いちゃダメだわ。どこにも行けない。学校走っちゃダメだよ。トラップかな。あ、トラップか。単にトラップだわ。何得のトラップなんだっていう。じゃあそこはもう調べない方がいいと。逆になんかあそこでこう罠に引っ掛けるみたいなことなのかどうなのかですけど。なんか来そうだな。セーブ変えて。長い。もう長いぞ。え、なんかあんじゃない5年生、ん？ 5 学年では大きい方が偉い。偉い方を優先すること。はあ、見習うことも忘れずに。大きい方が偉い。うわ、なんで？ちょっと。なんで？これ、ほんと、初見殺し。圧倒的初見殺しだよ、これ。大きい方が偉いと。あ、5年1組。5年2組。こっち？こっちが偉いってこと。え？何セーブ？何セーブ？ノートが置かれている。真っ黒に塗りつぶされている。空っぽか。貝飼っていると。いけないね。え、なんでセーブ求められたんだろう。答えにプラス19した後かける4。どこで使うの。ルーピー、ハンカチ、チョコ、消しゴムだよな、こういう場合ってね。消しゴムないかな。鉛筆で黒く塗りつぶされてるとは限らないか。プラス19した後かけるよ。こっち行けんのかな。お、開く。これなんか、お、付け根か書かれている。答えにプラス8した後割る2。関係あるんじゃないのか。何か書かれている。2組とは区別して考えること。また計算は両組とも0から始まること。
なんとか置かれているだけ。開かないよね。これダイヤル。え、ちょっと待って、ここの答えってこと？ゼロから始まる。え、これむずくない？これ考察。1組の扉にあったダイヤル錠の番号が分かれば先に進めそう。番号のヒントがどこかにないか探してみようか。お、ほうきを持っていく。ほうきゲット。2組にあったノート真っ黒に塗りつぶされてたよね。1組のノートは白紙みたいだけど、大きい方に習えということは、うん、大きい方に習えということでしょうか。こっちも塗りつぶせってことか、きっと。鉛筆もなくなっちゃったんじゃない？うん、よく見ると塗りつぶされたページから、筆跡が読み取れる。あ、左、右。うん。ちょっと待ってね。2組とは区別して考えると、また計算は両組とも0から始まること。あ、ということは、ということは、あれ、どこにヒント書いてあるんだっけ？ちょっと待ってね。ゼロに、まずここのヒントからってことだよ、きっと。ゼロに19。あ、え、これ普通に電卓叩けば余裕じゃね？本当に余裕？ 19×4。 え、そんな単純かな。まあ、電卓叩かなくてもいけるぐらいだ。 ×4 76 76でしょ。76と、あれどこだったっけ。お、答え2。え、プラス6した後かける7。ちょっと待ってね。さっきのヒントってもう一つどっかに書いてあったよね。こっちか、こっちの。76と答えにプラス8した後割る2。え、ちょ、これ全部メモった方、メモらんと分からん。え、ちょっともう全然分かんない、全然分かんないですけど、72という答えとプラス8した後に割る2でしょ。ってことはプラス2のち割る2。え、プラス8か、8した後の4。え、普通に4ってこと。え最初が 19×4 だったよね。今のとこ、待ってね。これだけじゃ、で、なんか謎の掛け算も出てきたから。0から始まる。右左ってことは、4から、0472なのかな ?0472 に、プラス6してかける7。
0472にプラス6してかける7なのかな、もう見分かんなくなってきた。あ、でも、あ、待ってね、これ4足す、待って6かける7は42だね。42。で、ここは大きい方がなんか偉いみたいな規則性があったよな、確かな。この学年で大きい方が偉い、偉い方を優先することということで、つまり、72になる19×4を優先し、ここに6足してかける7をし、足すことの8をした後割る2をしたら、ちょっと待って、分かんない72なんですよ、 10×4 でね。で、足すことの6×7、足すことの8割る2は118。0118かな。待って。見習うことも忘れずに。見習うこと ?0118 じゃないのかな。これ違ったらもう。違ったんだ。ちょっと待って。これは何？これな、このヒントは何？このヒント。あっちの2学年の方が大きいからっていう意味かな？であれば、ちょっとこれ計算を変えよう。まず、72足す8割る2足す6かける7は118。あれちょっと待ってね、同じだ、同じすぎてびっくりしちゃった。ちょっと待って、そうじゃなければ、じゃあ、わけがわからない。8割る2、足す19かける4足す6かける7は122になる。122122。わかる、わからんよ、これ。わからんよ。あ、二組とは区別して考えることか。なるほどね。ということはだよ。ここにもなんか他にもヒントあったっけ？数字に関わる。数字に関わるヒントは一つだけだから。まずじゃあ、72。足す、4、あ、間違えた、72足す8割る2は76で、7642かな。じゃあ7674242276かな。じゃあ4276。あれくそー、わからんぞー。あった、ここだ。よく見ると机に薄くないか書かれている。プラス9、これでいける。
お、入った。計算間違ってた。計算間違ってました。私。はあ、やっといけた。すごい。大してプレイ時間ないはずなんだけど。何？なんか来る。骸骨かな？お、邪悪。骸骨感はない。なんか探してるね。から。体、体が欲しい。体目当てか。体目当ての亡霊。何今の？みたいな。あの子の様子、もしも見つかったら、慎重に行動しないと。襲われてまうね。襲われてまう。行きましょう。で、わーお慎重に消えてた。体欲しい。ダイレクト。わっ、こんなんなら多分ね。影の存在。ダイレクトだな。いや、慎重に歩いていけってことだ、きっとな。めっちゃ見てる。徘徊してますね。え、これどこまで行くんだろう。うん、見て。このタイミングだ。で、物陰に隠れて、バレないもんだ。今だ。行ってしまった。あ、いいのかな。え、待って。危な、きっとセーブできません。ちなみに、うっ、まだいる。どっちを見てるかわかんない。これだけだと、うわ、マジ、ああ、体くれよ姉ちゃん。いや、ちょっとその表現はアウトなのでは。アウトではないかもです。別にアウト、深く考えすぎだ。そんなアウトじゃない。多分この子より年下の男の子がそうやって言ってるだけ。そっか。お前、別に走ってもいいんだね。走ってもいいのか、ちなみに。走っ！これはセーフ。あ、もう一度見つかると、体くれよ姉ちゃん状態になるわけね。OK, OK。じゃあもうちょっと慎重に行こう。ここ、でもそこ抜ける。正面から突っ切る方が。いや、セーブできないからな、途中でな。走っちゃダメ系ね、ちなみにね。走るのはゴハットらしいです。ほっ。どういう動きをするかは見えないけど、ここな、後ろから来てるんだよね。あ、やばい。あ、プリスキル。僕のもの。いやー、難しいな。そこどうやって切り抜けるかだな。途中でセーブできないのがね、辛い。で、セーブできなくなって進行不能に陥る前にっていうことなんでしょう、これ多分。その部屋入れないのかな。もう入ったら音で気づかれるか。これ気づかれないの、すごいけど。これちょっと一回様子見るか、ここで。どういう動きするか。意外と来ないね。で、上にもいるんだよな、一体な。上、あ、なかなか上。おお、おお、逃がさないぜ。
俺の体。どんだけバリエーションあんだよ、これ。結構バリエーション豊かだね。行くぞ。で、攻める。こっちに行く。行け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 。お、行けた。まだ続く？あ、抜けた抜けた抜けれた抜けれました。よかったです。はい、といったところで今日はこの辺で終わりたいと思います。疲れたから、はい、それじゃあまたお会いしましょう。したっけ。